何の真似だ。君をこのままひねりつぶすのはあまりに惜しい。チャンスをやろう。都市空間で大吾を倒せれば見逃そう。だと？無論大吾も拳で戦う。いかがかね。総一、貴様にその度胸あるか。要するに剣闘の見せ物を見たいってわけだな。いかに。やってやろうじゃねえか。おお、いい企画しとるわ。ようやく目を覚ましたか。あんたとはどうせいつかやらなきゃなんねんだ。今ここで決着をつけてやる。どっちが強いかをな。ほざけ、ラオニサイガ。覚悟はいいか。隊長、命のやり取りの前に一つだけ、いいかい。なんだ。リサ。楽しかったぜ、君と一緒の時間。たとえ罠でも、たとえ嘘でも、行くぞ、クソガキ。おお、来い、隊長。
クソガキ。なんだい。無視で組まんか。バカ言うなよ。んなことすりゃ負けるだろう。ちょこまかちょこまかと逃げ回りよって。貴様それでも男か。ブンブン振り回すだけのあんたに言われたかないね。時間稼ぎだ大吾、早急に始末せよ。チェッ。はっ。貴様とはもう少しゆるりと戦いたかったものだがな。俺だってそうさ。どう？もう少し。今度は柔道ルールとか。ほざけ。襲名だ。貴様を倒させてもらう。へえ、自信たっぷりじゃん。今までのは本気じゃなかったとでも。いや、本気だった。俺は犬だ。目的のためには手段は選ばない。何？
最低だな。ノハリ！見損なったぜ、ダイゴ！そこまで腐っちまうとはな！地獄で先に待ってるよ。次はやろうぜ、正々堂々。ううよい、ダイン、下がれ。キツネが男に騙されおったか。違うわ、私の意思を。高村、私はもうあなたを生かしておけないわ。あなたにとっては虫けらほどの価値もないかもしれないけど、人は皆懸命に生きてるのよ。恨み、つらみ、復讐か。愚かしい。愚かしい？ビクセン、君ほど素晴らしいエージェントはそうそうはおらぬ。完璧と言っていい存在だ。エージェントとしてのみならず、イロカに興味のないこの私にさえ美というものを意識させる。
素晴らしき自然の造形物だ。だが、これほどまでに愚かしい不完全が、これほどまでに美しい完璧を生み出す。これだから人間はわからない。これだから人間は面白い。これでこそ操りがいがあるというものだ。何を言ってるの？余裕ね。まるで銃も私の腕も気にしていないようだけど、あなたの首ぐらいボトルの蓋より簡単にねじ切れるのよ。強がりを言いよる。どうだろう、これが本当に君の狙っていたチャンスかね。私を撃てば君も死ぬ。あなたさえ殺してしまえば、あとはどうなろうと構わないわ。笑って死ねる。撃てばという死ぬとは限らぬ。知っておるだろう、我が英知、この距離なら破れる。そんな確証がどこにある？破れないなら私は今頃撃たれているわ。力のすべては誰にも明かさぬ。それも力。自信があるなら撃てばよい。君と君の大切な男が蜂の巣になるだけだ。リサ、俺には構うな！撃て！全部、全部ぶち込め！総一。惜しいのう。若き武者はそうでなくてはならぬ。命捨ててこそもののふ。だが、その命捨てて守る者が、このようなメギツネでは死んでも死にきれまいって。黙れ！俺はリサのためなら死んだって構わない！ほう、そう、イッチ。那須総一、聞きたいことがある。なんだよ。教えてほしいのだ。私にはどうしてもわからない。君たちがなぜその嘘を信じようとするのかを。嘘？知力、体力、精神力、生命力、溢れ出すほどのエネルギー、
波の人間の何倍もの力を持っていながら、愛などという嘘のために危険に飛び込む。それが私にはどうしてもわからんのだよ。愛は嘘じゃない。リサ、でっち上げでも作り事でもない。彼は、ソイチは信じてくれた。私をこんな私をただ信じてくれた。自分の命を投げ出しても私を助けてくれる。単なる論理的帰結だ。君らの知性をもってすれば、最大効率最大可能性の同じ結論にたどり着いたまでのこと。わざわざ喜びに打ち震えるようなことではない。黙れ、この化け物が。てめえ、それでも人間か。そう、もうおしゃべりは終わり。高村、死んで。総帥閣下。総帥。リサ、撃て。父母の仇、死ね、高村。たった一発か。それほどの恨みではないというのか。ノー、マリア。撃て、リサ、撃つんだ。リサ、撤退だ。
さん。それ。良い身を切って拳一つに逆らえぬか。歯ごたえのない。いやでなければそれ以上であろう、総一よ。
見ておれ、我が力。敵は撃てなかったな、マリア。リサー良い色の血をしている。これを愛というのであろう。ウゴと共に仲良く暮らすがいい。リサ、ダイゴ。私の部屋の封印を持って。はっ、承知いたしました。いるよ。